カーマニアの方は山口さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山口さん、うん、どういう、いなんか、普通のね、うん、なんか、まあ、でも、はい、ズボン破けてますよ。普通じゃなかった。なんかこう想像すると楽しいですね。上半身だけ普通のかと思ったけど。どんなかな。変な面白い黒を持ってきてるでしょ。色で言うとピンクってことですよね。おい、はい、あ、全然ピンクに見えませんけど。はい、じゃ気になります、はい、その車をご紹介いただきましょう。こちらです。おお、かっこいいじゃないですか。ガッチ長内さん、なにこれ。ガッチチャレンジャーです。え、なんでダッチチャレンジャーに行ったの？いや、もともと主人がマスタングになっていて、ああ、うん、マスタングからマスタングに乗り換えようとしたんですけど、ああ、見に行った時に行ったんです。ああ、この子がね。ちょっとこれ説明してください。はい、ダッチチャレンジャー2012年、うん、2012年、はい、もともと黒でした。あ、これはボディが、はい、ボディ黒だったんですけど。ああ、うわ、こういう色ですね。そうですね、ちょっとそうですね。で、これは、ああ、なんでピンクにしたかというと、うん、1970年型のチャレンジャーにこの色があったんですよ。ピンクバッターサーピンクという色があって、あ、それのオマージュで、はい、で、その時にこういうのになってたんですか？そうです、ここも黒くて屋根も、屋根も、屋根がレザートップって言って、昔はちょっとレザーだったんですよね、うん、そこがレザーがちょっとできないので、半ツヤの黒にしてます。あ、そう、はい、で、ここはここも全部塗ってもらいましたね、うんうん、全部綺麗に塗ってもらいました。わらわい、なんかいい夫婦だね。これもう何年乗ってるんですか？家に来てからは8年なんですけど、私が乗り出してから3年です。へー、あ、じゃあご主人が乗ってたって。そうです、元々主人が乗ってたのを乗り換えで、うん、私が引き継ぎました。またこれあれですね、土屋さん、マフラー、マフラー、何これ。これ火傷しそうなばかりじゃないですか。これは何ですか？ここが耐熱カバーになってて熱くなるんです、うん、トカ平気、ここは平気になってこっちはダメだよね。そうそう、こっちはダメです。だここでさ、こんなになってたらね、のんきの子だってると熱いじじいになる。焼けちゃうね。今は触ったら熱いの？あ、今平気だね。ちょっと注意した方がいいよね。へえ、これもちろんですよ、ここに足かけちゃダメですよね。ダメでしょ。そういうことですよね。ですよね。それはそうだよね。だからちょっと女性だとスタートとかだとちょっと、そうですね、結構しっかり足開かないと。8年前に新車で購入したんですか？これ、それでいくらぐらいですかね。500万円、はい、500万円で買って、はい、で、これを塗装を塗り替えて、はい、あと、もうこれの、このマフラーを買いで、マフラーはもう主人が作ってくれてるので、マフラーはかかってないんですけど。主人、何やってるの？マフラー、東北マフラーを作ってるマフラーが出されてまして、車に対して意識が、ね、高い方なの。旦那のワンオフ。これ？そうだ、こんなの見たことないもんね。ないない。ホイールは？ホイールもあれですか、アメリカンレーシングっていうホイールなんですけど、ちょっとレトロっぽい感じ。うんうん、そうですよね。へ、あそこですか、あのピンク。あそこ書いたんですね。センターコンソール、メーターパネル。はいはい、あの上だったらいいね。可愛い可愛い。いい。はあ、なるほどね。なんかあれですよね、あの結構いじる人いるじゃないですか、店を、はい、全然そうじゃなくて普通にして、でもなんかね、うん、ノーマルのなんか良さにさらに自分のね、うん、色なんか変えて、はい、逆に色を変えるっていうのはなかなかね、あの意外と勇気いることなんだけども、いや、かっこいい。ありがとうございます。いや、さりげなくかっこいい。かっこいい。ちょっと土屋さん、ゴテゴテしてなくて乗ってみてください。はい、どうですか、土屋さん。いや、なんかアメ車って感じ。おー、うん、これって、ね、リッタドルらしいですか？でも、ね、あの7とか走ってます。え、7走る？走ります。ハイオクだよ、そうですね。7走るんだ。7走る、走ります。 V8? ちょっと土屋さん、エンジンかけてください。はいはいはい。これだよ。ほら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 、すごい。横から音がポンだって。土屋さん、いいね、V8 は。いいね、気持ちいいね。うわ、ここから音が出るの、不思議。もう完全にご近所迷惑ですよね、これ。ね、そうね。あ、これドド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 っていう音、いいですね。深夜にさ、出かけるときにこれかけてさ、ちょっとね、エンジン温めるアイドリングしたら怒られますよね。かけた瞬間出ていかないと。何やってんだ。ご近所さんがみんな
ね、いい人で、ご近所さんいい人じゃなくて嫌がってますよ。嫌がってね、そ甘えちゃダメですよ。行動がすぐ分かっちゃいますね。あ、なんか行かれるなみたいな。これで暖気運転やられた日にはもう、ね、マンションの駐車場響きますからね。あ、でもこれはですね、あれがついてるんですね、三六ね、はい、ね、はい、まあ、これいいですね。これはスライドスライドするの、ね、いや、なんかこう、いいね、アメ車はね、アメ車はいい。もしかしたら俺はマスタングよりもいいかもわかんない。本当ですか。うん、マスタングよりガッチの方がいいでしょ。ガッチはなんか味があるね。あ、このやっぱりフロントのノーズが長いっていうのがさ、うん、まあ運転しにくいけども、うん、これあれですか、シェーデン乗ってると、はい、どんな感じですか、周りから。周りからあんま効果ないんですか。あ、ちょっと乗ってみてください。確かにね。でも赤信号で止まってたらちょっと覗いちゃうな。いやいや、でも覗いちゃうけども、ほら、あ、でもやっぱ似合う。ほら似合う。いやいや、どこかやっぱね、あれさんだと思われるよね。ほら、こんな感じです。やっぱり、あ、でもめっちゃかっこいいですよ。ただもんじゃないよね。めちゃめちゃかっこいい。ただもんじゃないよね、これね、やっぱり。ただもんじゃないね。ね、あの、やっぱり信号待ちでさ、こっち側なんか物は投げないもんね。まあ、僕はみかんとあげますけど、ね、みかんあげるってどういう状態。おひねりとかね。なるほどね。おひねりならありがとうございます。ね、かっこいい、かっこいい、はい、ありがとうございます。いや、すごいな。いい、本当かっこいい。素晴らしいこだわり。今もう乗って8年。そうですね。だ、これからこれだったら変な話、いつの車かかって、日本人ってさ、アメ車のことあんまりよくわからないから、この車がいつ頃の車ってわかんないじゃない。わかんない。だからもうずっと乗りたい。そうだよね。だから逆にあと10年乗ってるとさらにかっこよさ。確かに。そう、だから、いや、変な話、500万円で買って10年乗ってもう全然かっこいい。で、20年乗ってるとさらにかっこよくなる。魔法なんだよね、アメ車って。年代をね、感じさせないからね。そうそう、これ例えばほら、今さ、1970年ぐらいのアメ車なんか乗ってたら、うん、おおってみんなびっくりするじゃないですか、うん、ね、大切に乗ってください、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。土屋さん、どうでした。いや、なんか、うん、今回は、うん、ピンク一色ですね、うん、なんかこう、ピンク一色だとなんかこう、匂いまでいいかな。匂いがいいですか。匂いが確かに、うん、いや、もうあのネイリストの車、うん、あれはね、うん、レベルが高いですよ、まとめ方が、うん、ね、ただもう貼り付けたんじゃなくて、すごくいいセンス、愛情感じるよね、うん、で、ああいう人たちがさ、ああいう子たちが車好きになってくれる、うん、女子、うん、貴重よ、我々からしたら。嬉しい、ね、嬉しい、ね、確かに、もうすごく嬉しい、ね、まあ、そんなわけでね、またまたね、皆さんね、募集してますので、はい、ね、これ自分の、もし自慢の車があったら、見てください。はい、ブルースチャンネルでは放送で使われなかった